大会を終えた星稜ナインは今日午前朝日新聞社を表敬訪問し、準優勝の喜びや悔しさ、仲間への感謝の思いを報告しました。今大会は、3年間の、辛い思いであったり、練習してきたものを全て出し切れたと思いますし、石川県勢初の甲子園優勝はすごいしたい思いはあったんですけど、このメンバーとやる最後の夏は、本当に楽しめたと思いますし、いい夏だったなと思います。本当に3年間の中で、一番楽しい大会でしたし、結果は準優勝という形に終わったんですけど、ここまで来れて、本当に良かったなって、仲間に恵まれたなって思わされる、大会でした。選手たちは先ほど多くの人の出迎えを受けながら金沢市に戻りました。甲子園の報告会で林和成監督は声援への感謝の言葉を述べました。本当にたくさんの方々に、応援をしていただきました。そういう声援を背に試合をすることができて、もう本当に今まで、見たことがない景色を、見ることができました。決勝ではもう本当にあと一歩のところまで行って、勝ち切ることはできず、後悔もありますが、生徒たちの表情を見ていると、もうとても充実した表情ですので、私も、健闘をたたえてあげたいなと、よくやってくれたなというふうに、思う次第です。